本と木のおもちゃの店ウーフさんにお願いして、今年の新刊本を中心に本の紹介をお願いしています。それでは今年2017年おすすめの本を紹介していきます。まずは骨骨探検隊。こちらは、監修西澤真紀子さん、写真大西成明さん、文松田元子さん、初版は2008年、でも10年以上これとても人気の本です。まるで恐竜の骨のように見えますが、これは今実際に生きている動物たちの骨です。骨の詳しい解説もついています。これはシリーズになっていて、この他に骨骨動物園、骨骨水族館が出ています。さあここからは2016年に発売された本です。まずツペラツペラさん、絶好調ですね。今回出たのは惑星キャベジ動物図鑑。惑星キャベジはキャベジによく似た惑星です。キャベジには、28種類の動物が住んでいます。例えばケチャプーと鳴くトマトンとか、コーンコーンと鳴くモロコシギツネとか、そして一番最後にね、ワークシートがあるんです。キャベジに住む動物を考えてみよう大募集、こんな風に、どんな動物が野菜から考えられるか、特徴は食べ物は、そんなのを考える、もうまさにすぐに図工にでも使えそうな絵本になっています。さあ吉武信介さん、シリーズ第3作目この後どうしちゃおう、ついに、死ぬことについて考えられた絵本がこれです。おじいちゃんが死んでしまった後ノートが出てくるんですね。おじいちゃんの字でこの後どうしちゃおうって書いてあります。とっても楽しいことがいっぱい書いてあるんです。僕だったらどうしちゃおうかなっていうことで、この後どうしちゃおうノートをつけることに決めました。でも死んでしまったらどうしちゃおうじゃなくって、生きてる間にどうしちゃおうかなって思うことの方がたくさんあったみたいで、最後はとりあえず天使になって、飛ぶ練習をしているようです。これもおなじみ長谷川義文さんの絵ですね。隣の遺憾、文は中山千夏さんです。大人がついつい言ってしまうダメですよ、ダメ出しですね、ここから始まります。父ちゃんがいかん、それはいかん、あれもいかん、これもいかん、お母ちゃんはあかんあかん、あれしたらあかん、これもあかん、でいかんとあかんは家出しちゃうんですね。それを追いかけたのがマイネです。マイネってなんだろうな、読んでみるとわかります。二人をマイネが追いかけだ、大事だ友達なんだもの、これだばマイネ、一人はマイネ、どうしてもマイネ、寂しくてマイネ、津軽弁なんですね。いかんとあかんをマイネがつなぐ。三、いかんとあかんとマイネはいろんなところを旅していろんなダメですよに出会います。いろんな地域、いろんな国、そうして、みんなが仲良くなっていくというな、ちょっと不思議な、ちょっとハッとさせられる絵本です。さて、ダメ出しの次はずるいです。ねえねえはずるいということで、妹会議、岩室綾子さんの、絵本ですが、とても怪しい絵ですね。岩室綾子さんは妖怪カルタなどを描いていらっしゃいますので、とても妖怪チックです。こんな絵はもう子どもたち大好きです。妹たちはね、ねえねえはずるい、あれもずるい、これもずるい、こんなこともずるい、そんなことずるいって妹会議を開くわけですよ。で、じゃあねえねえにあんなことして仕返ししちゃおうかななんて思ってるんだけれども、実はねえねえのことが大好き。ねえねえも妹たちのこと、邪気にしたりすることはあっても、やっぱり本当は仲良し。そんなこの不思議な絵と心温まるお話と、そんな素敵な絵本です。
さあ、続きまして森が燃えた。これは作者は木村雄一さんです。嵐の夜にの作者といえばお分かりの方も多いと思います。絵に迫力があります。こちらがイタチ、こちらがライオンです。虎の胃を狩る狐という言葉がありますが、そういう関係ですね。イタチとライオン、ビジネスライクなギブアンドテイクの関係です。ところがその関係を続けていくうちに、もうギブアンドテイクももう必要ないかな、もう離れちゃえとイタチが離れるわけですが、森が燃えてしまうわけです。その時に2人の関係に大きな変化が訪れます。一番最初にライオンとイタチのシルエットが筆で描かれています。で、全く同じライオンとイタチのシルエットが最後にも描かれています。でもこれちょっと違っているんです。最後は灯台です。生まれたばかりの灯台、斉藤凛さん文、小池アミーゴさんの絵です。とてもふんわりとした素敵な絵です。生まれたばかりの灯台は見るもの聞くもの全部新しくって素敵に見えます。でもね、ある日気づくんです。渡り鳥たちが行ってしまった後、ああそうか、僕はどこにも行けないんだって。灯台、嵐が去った後、自分のいる場所のこと、そして自分がなすべきこと、そういうことに気づくという絵本です。で、この絵本はくるくるピカピカ、くるくるピカピカ、とても詩的な表現と美しい絵。小さいお子さんから読めますが、本当にここで書かれていることっていうのは、やっぱり思春期を迎えたお子さんが、大人でもない子供でもない、そんな時に読むのも素敵ですし、大人になって、本当に自分の立ち位置っていうものに自信がなくなった時、そんな時にも読んでもいい絵本だなと思います。何か一冊でもお心に留まるのがあったでしょうか。また学校での本選びにもご活用いただけると嬉しいです。それでは失礼します。